何今の。時刻は映画を時間の断片だと考えた。当然ながら写真についても同じことが言えるだろう。ここはいつもの教室。大丈夫、落ち着こう。影、カラー、キアロスクーロなど技法は様々だ。では人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真家といえば誰だ。居眠りなんかしてない。それに夢にしてはリアルすぎた。誰か。何なの。ダイアン・アーバスです。なるほどね。なぜそう思う。アーバスの作品に捉えられた失意の人々の目には危機迫るものがあります。アーバスは人間を苦悩の存在と考えた。正直ヘドが出るね。はいはい、騒がない。例えば誰かを暗い部屋に。こんなダサくジェファソン先生には見せられないよ。クラスのみんなにも笑われる。に座らせれば絶望のシーンの出来上がりだ。そんな写真は誰に。写真を撮ってこれが現実か確かめよう。ポートフォリオ用の写真もいるし、毎日自撮りするって決めたしね。逆にアーバスが被写体の最も美しい瞬間を捉えていたらどうだっただろう。あれだけのセンスの持ち主なら別のアプローチだってできたはずだ。ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだが、マックス、君は筋がいい。肖像写真は1800年代初期から広く普及し現在に至る。君たちの世代よりはるか昔から自撮りの文化は存在したんだ。呼び方は変わったけどね。写真やアートの世界において人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素であり続けてきた。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反法は？私ですか？その要は答えられないということか。誰か他に答えられる人は。フランスの画家ルイ・ダゲール発明のダゲレオタイプ。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。あなたのぼんやりした顔とは正反対ね。正解だ。ダゲレオタイプは人物の顔を細部まで描写することで1800年代以降広く普及した。この技法で初のセルフポートレートを撮ったのがコーネリアスだ。彼に関する詳しいことは教科書に書いてある。もちろん誰かに読まれたらなんて思われるかな。ネットにもね。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて行く。プロの世界に自分を売り込むチャンスだ。ステラもアリッサも早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しないから。ビクトリアは早速営業活動か。コンテストにはこのクラスの全員が参加する。ケイト、マックス、お疲れ。今日は授業中に恥かいちゃったよ。急に当てられるときついよね。ビクトリアは別だろうけど、マックスの方が才能あるよ。それじゃあまた後でね。うん、またね。お疲れ。バイバイ。誰が代表に選ばれてもこの先チャンスはいくらでもある。君たちの熱意をくじくつもりはないが、先生は写真の世界は厳しいという。マックス・コールフィールド、待ちなさい。コンテストの課題はどうした。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。宿題がありすぎてどうしても時間が。マックス、自分でも分かってるだろう。君はまだ若いとか可能性は無限だとか、今さら年寄り臭い説教をくどくど聞かせるつもりはないが、時間を無駄にしちゃいけない。君には才能がある。君にしかない独自の視点で世界を切り取ろうとする情熱がある。いいかい、勇気を出してそれを世界に発表するんだ。アマチュアからプロの卵へ一歩踏み出してごらん。私のことどう思ってるの。分かってるだろ。可愛い。いつも通りの風景。
ダメか？それだけじゃ授業中にいい写真を送ってあげないよ。マックスはイケてると思ってる。なの？あのおとなしいキャラ。トイレに行ってちょっと一人になろう。顔でも洗ってシャキッとしなきゃ。もっとバカにされちゃう。授業だありつ。自撮り魔なんだから本当は目立ちたいに決まってるじゃん。To all of you, American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world. よかった、誰もいない。こんなとこ人に見られたら最悪だよ。今日はどこへ行っても誰かにバカにされてる気分。授業中にあの幻を見てからおかしくなった。私どうしちゃったんだろう。大丈夫、自信持たなきゃ。私には才能がある。ダメだ。扉が閉じた時別の窓が開いているとか、なんとか。シャッターチャンス、これは絶対取らないと。ちょ、どこから来たの？今までに見たことない種類。羽が光ってるみたい。空気が流れるのを感じる。まるで精霊のよう。大丈夫だ。落ち着け、心配いらない。深呼吸だ。しっかりしろ。ここは俺の庭だ。何でも思い通りになる。だろ？何の用だ？ちゃんと誰もいないか確認したんだろうな。さて、本題だけど。金ならねえぞ。嘘つけ、ボンボンめ。金持ちなのは親だ。いいのか、そんな態度をとって。お前のろくでもないビジネスのこと。ご両親の耳に入ったらなんて言うだろうね。新聞にデカデカと出たら。親は関係ねえだろ。それとも学校中にネイサン・プレスコットはトイレで独り言を言う泣き虫野郎だって言いふらして。てめえ、舐めた口聞きやがって。ぶっ殺してやる。何よそれ。ちょっとやめて。やめろ、近づくな。俺に指図するんじゃねえ。どいつもこいつも人をコケにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの？てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。ダメ。え？な、何これ。嘘、ありえない。女子トイレにいたら女の子が撃たれて、手を伸ばしたらまたここにいた。写真は被写体の喜怒哀楽。この授業をさっき受けた。影、カラー、キアロスクーロなど。ケイトがまたいじめられてる。ビクトリアの電話が